サテライトスタジオ、スタジオ、ティーズエアーは、FM 石川で1998年10月1日から2009年3月31日まで、夕方の時間帯に放送されていたラジオ番組である。この番組は、石川県金沢市立町に、FM 石川と縦町商店街振興組合が共同で、サテライトスタジオを開設して放送がスタートした。 番組名及びスタジオの由来は、縦町、トーク、トレンド、テンダネス、サンクス、トライ、トラストの頭文字の他にテンスアニバーサリーの意味も込められている。番組では、時折、縦町のショップや、バーゲンなどの情報も取り入れながら放送された。放送時には、縦町の商店街に設置されている筒状のスピーカーから放送がオンエアされていた。スタジオ、 が2009年3月31日に閉鎖するのに合わせ番組は同日をもって10年半の放送に幕を閉じた。読みはスタジオ T。金沢パティオニッシュ川に解説。北国新聞1998年9月30日付長官35面広告。ありがとうございます。